はい、こんにちは、スプラートでのめちゃんです。ということで今日はね、前回葉っぱの上に絵を描いたんだけど、前回も言ったように今日はこの紙にこの葉っぱを使ってなんかアートっぽいものを作っていきたいと思います。みんなね、よく聞かれるんだけど、スプレーアートで描く前に、頭の中にあるんですかってよく聞かれるんだけど、2パターンあって、もう何も考えてなんかやってたら、ああこうなったみたいな時と、決まってるやつでもう頭の中にはもう完成図ができてるっていう時もあるし、だから今は完成図が今現在ありません。順調です。ダランダラン、こんな感じで爪でね、ダランいくよ。おー、緑で青、黄色、赤か、じゃあここがピンクだ。うわー、おー、めっちゃいいじゃん。なんかいつもと全然違うじゃん。葉っぱの感じが絶対に世界に1個しかない。いいじゃん、めっちゃいいじゃん。ということで、なんかこういうのやってとかなんかあればコメントください。楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントお願いします。アディオスアメリゴ、バイバイ。いいじゃん、めっちゃいいじゃん。